皆さん、こんにちは。歌手や俳優として一世を風靡した清水健太郎さんですが、現在ではその活躍よりも薬物逮捕歴により有名となってしまっています。清水健太郎さんのこれまでの活躍や現在の状況について深掘りしてみたいと思います。清水健太郎さんは本名を園田巌といい、1951年10月11日生まれ、福岡県の出身です。大学の後輩だった清水明さんのお供として、当時の若者向け人気番組だった銀座のに出演したところ、芸能関係者からそのイケメンぶりを評価されてスカウトされました。清水健太郎さんは1975年より銀座なりの木曜日レギュラーに抜擢されると、同年にドラマ燃える捜査網にて俳優デビューまで飾っているため、芸能生活のスタートはかなり恵まれていたといえます。清水健太郎さんがスターダムにのし上がったのは1976年11月にシングル失恋レストランにて歌手デビューを果たしてからとなります。オリコン週間チャートで5週連続1位に輝いた失恋レストランは、1977年の年間ランキングでも9位にランクインする大ヒット曲となりました。失恋レストランのヒット効果は大きかったようで、もともと若い女性を中心にアイドル的人気を誇っていた清水健太郎さんでしたが、若い男性からもファッションアイコン扱いをされるようになりました。清水健太郎さんの髪型を模した健太郎カットが一時的に大流行することになります。1979年になると、当時流行していたヤクザ映画に抜擢され、総長の首のメインキャストの一人である新藤拓役を演じるなど、俳優としても周囲から期待をされていた清水健太郎さんでしたが、口述する薬物問題により芸能人生が暗転することになります。清水健太郎さんが初めて警察に逮捕されたのは、意外なことに足利工業大学時代の1973年でした。大学生だった清水健太郎さんが警察に逮捕された原因は、車を運転中に歩行者の女性との人身事故を起こしたからです。清水健太郎さん2度目の逮捕は1983年5月19日で、容疑は大麻取締法違反でした。大麻を所持していたことで警察に補導をされたモデルの少女が入手先として清水健太郎さんの名前を白状してしまったことから起こった芋づる式逮捕だったようです。その後、起訴猶予処分だったことが功を奏したのか、以降も表舞台での活躍は続きました。そんな恵まれた環境にあった清水健太郎さんでしたが、京都市内のホテルで歌手の城山中さんらと大麻パーティーを開いていたことを警察に嗅ぎつけられて、1986年2月4日に大麻取締法違反で再逮捕されてしまいます。今度は懲役1年執行猶予4年の判決が下った清水健太郎さんは、しばらくの間ドラマや映画方面の仕事からは遠ざかることになりました。1986年の逮捕以降は V シネマに活動の中心を移した清水健太郎さんは、スズメキシリーズの主演桜井翔一役が当たり役となり、それなりに順調な役者人生を送っていたそうです。清水健太郎さんが自身4度目の逮捕の浮き目となったのは1994年10月のことでした。路上で落としてしまったセカンドバッグの中から覚醒剤 0.4g が発見されるというアクシデントにより、大麻覚醒剤取締法違反で逮捕された清水健太郎さんは懲役1年6ヶ月の実刑判決を受け、人生初の服役を経験します。出所後の清水健太郎さんは V シネマ狩猟への道シリーズの主演桜井哲太郎が当たり役となり、V シネマの帝王と呼ばれるほどの成功を収めることになりました。しかしながら、狩猟への道シリーズの成功により1本300万円という破格のギャラを得るようになった清水健太郎さんは、金回りの良さから再度覚醒剤に手を出してしまい、2004年5月になると覚醒剤取締法違反により5度目の逮捕の浮き目に遭いました。5度目の逮捕では懲役2年4ヶ月の実刑判決を受けることとなった清水健太郎さんは、2006年5月に仮出所を果たします。清水健太郎さんが芸能界復帰を表明する記者会見を開いたのは2008年1月となりますが、
周囲の期待を裏切り続けた人間に再度手を差し伸べようとする芸能プロダクションはありませんでした。そんな逆境の中で清水健太郎さんは2008年10月にひき逃げ事件を起こしてしまうことになります。事故自体は軽度だったものの、自己保身のために現場から逃走した行為が悪質との認定を受けた清水健太郎さんは懲役7ヶ月の実刑判決を受けることとなり、今回は本格的な芸能界復帰を果たせないまま刑務所に逆戻りすることになりました。清水健太郎さんが自身7度目の逮捕となったのは2010年8月のことでした。 JR 上野駅周辺を歩いていたところ、挙動不審ぶりを不審に思った警察官に職務質問をされ、覚醒剤の使用が発覚するという薬物中毒者の王道の逮捕劇を演じてしまった清水健太郎さんには懲役1年10ヶ月の実刑判決が下り、自身4度目の服役を経験することになりました。清水健太郎さんにとって8度目の逮捕劇は2013年5月に起こりました。今度は渋谷区道玄坂で警察官から職務質問を受けることとなった清水健太郎さんは、合成麻薬アルファ PVP を使用した疑いで逮捕されています。取り調べでの違法ドラッグとは知らなかったとの清水健太郎さんの主張が通ってしまうことになる。8度目の逮捕劇の結末は処分保留による不起訴処分となりました。清水健太郎さんは1985年になるとアメリカ人モデルであるバレリー・シーバードさんと結婚しています。2人の結婚生活は、結婚2年目となる1986年に清水健太郎さんが大麻取締法違反にて逮捕されるなど波乱の幕開けとなりました。そのため2人の間には清水健太郎さんにとって唯一の子供となる男児が生まれていたものの、1991年に協議離婚となり、シーバードさんは長男を連れてアメリカへ帰国してしまいました。清水健太郎さんは2001年10月になると22歳年下の元女優森かな子さんと再婚しています。当時の清水健太郎さんはすでに薬物違反の逮捕歴が3度もあったいわくつきの人物だったため、森かな子さんの両親は娘の結婚に対して反対していたそうです。華々しいスタートを飾った2人の結婚生活でしたが、長続きはせずに2004年4月になると離婚という形で破局を迎えました。清水健太郎さんが自身3度目の結婚を果たしたのは2014年10月のことです。清水健太郎さんにとって3人目の妻となる瑞穂さんは18歳年下であり、2014年5月に設立した清水健太郎さんの個人事務所の社長を務める女性だといいます。瑞穂さんはかつては女優としての活動歴もあるようで、清水健太郎さんとは1980年代後半頃に同じ事務所に所属していた経験もあったそうです。芸能人関連の薬物スキャンダルがあるとテレビでコメントを求められる機会が多い清水健太郎さんですが、近年の本業は歌手として活動しているそうです。活動のメインは全国各地で開催されるライブやディナーショーだそうで、多い時は月に10、15本、ホテルや結婚式場、300人収容の大きなライブハウスで歌うこともあるといいます。歌手として全国を飛び回る機会が多い清水健太郎さんの側には常に妻、瑞穂さんがついているそうで、誘惑に負けて薬物使用を再開しないようにきっちりと監視もしているそうです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。